はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、シルスです。ということで今回は MW2 がねもうすぐリリースされるということなんですけど、今ねちょっと画像を出しているのですが、キャンペーンの方が早めにリリースされることを皆さんご存知でしょうか。日本時間で言うと、10月21日、1週間前ですね、本編が発売される1週間前から、キャンペーンをね早めにプレイすることができます。例年だと、キャンペーンだったりマルチだったり、あとゾンビモードっていうのは、同時同じリリースタイミングなんですけど、今回はねそのマルチだったりゾンビモードをね普段プレイしてる人たち、キャンペーンをやったことない人たちにも触れてもらうためにちょっと早めにリリースするのかなって思います。で一応ねキャンペーンをねクリアすることによって報酬ももらえるみたいです。例えば、M4 かな、これは、武器設計図だったり、あとトークンだとかコーリングカードだとか、いろんな、ね、ものがもらえるので、普段ねキャンペーンをやったことない人もこの際やってみてください。一応ね詳細は、コールビリティジャパンさんの、ツイッターで告知されてるので、リンクの方概要欄の方に貼っておくのでチェックしてみてください。ところで今回はこの辺りで終わりたいなと思います。また何か情報があれば動画にしていければなと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。バイバイ。